おはようございます。おはようございます。今どこ走ってますか？佐世保北上しております。はい。ああやっぱ行ってる油断しよう。はい、まず1回目の行き止まりです長崎県の海岸線は日本で2番目に長いって知ってました？そんな長い長崎の海岸線4195キロを私野上結子が軽トラックで旅する海岸線の旅4195。2017年4月に諫早市小長井町をスタートして佐世保市までやってきました。今回は佐世保市の中心部から佐世保湾沿いを進みます。この辺りは結構皆さんご存知の街並みではないでしょうかね。佐世保のメインストリートの一つではないでしょうか。佐世保のターミナルですね。気持ちよさそう。散歩してる人もたくさんいますね。え、どうなんですか？看板が見えてきた。右に行ったら愛の浦とか姉妹。左でしょうね、海沿いだから。タワラガウラ。めっちゃ気持ちいい。海が近くてすごいすごい。水面がキラキラってしてる。わ、ちょっと待てよ。ちょこれ行っていいものなんですかね。怖い。あ、ちょっと待って。これ結構タイヤ取られるったいね。わ、これ無理かも。オッケー、戻ろう。こう行ってこう行ってこう行きますか。はい、オッケー、オッケー。はい、どうぞ。はい。ああ、よかった、生きてた。お、結構車止まってます。あ、本当ですね。ここは？白浜海水浴場。おお、海ですね。海見ましょう。わあ、ここで長崎県立大学の学生と出会いました。彼らが海にやってきた理由は？この子の散歩に迷い犬で飼い主が見つかるまで見とこうかっていう感じで今保護してるんですよ。そうなんだ。お名前は？シェイシェちゃん。なんでシェイシェって分かったんですか？あ、それは自分たちでつけたの？もう自分たちで。つけてる。どこら辺で見つけたの？知り合いが、うん、そうですね、佐世保市内で一回警察の方にも行ったんですけど、うんうん、そのまま飼い主が見つからなかったらその保健所の方に連れて行かれて、それはさすがにかわいそうだからうちで保護するっていう形なんですよ。めちゃくちゃいい子たちやんすごいじゃん。これは買ったやつ？これは買いましたね。あ、じゃあ手がかりとしては真っ黒で、これ何犬なんだろう。でもね、飼い主さんって多分お顔できっと分かるはずなのよね。あら、うちの子じゃないってなるはず。待ってよね。なんでここを選んだの？散歩コースに。開放感。確かに気持ちいいもんね。あ、いい青年だの。なんか青春っすね。シェイシェのお友達ですか？そうです。同じ大学？いや、僕は大学生じゃないです。え、どういうつながりで知り合ったの？僕がカメラマンで、え、普通に写真家撮ってるんです。それでモデルさんでこう、何それ。そこから仲良くなってって感じ。そう、もともと雑誌を作ってまして、うん、なんていう雑誌？ユピーマガジンっていう雑誌。え、なんて？ユピーマガジンっていう。ちょっと待って、ユピーマガジン私知ってる。本当ですか？え、ちょっと待って、若者の、なんかグループ名ない？タジュラモゾフって。タジュラモゾフ来たー、私知ってるタジュラモゾフとは長崎と佐世保を拠点に活動する20代の男性3人組です。
長崎で暮らし働く人々に密着した雑誌イェピーマガジンを制作、取材、撮影、編集など全てを自分たちの手で行っています。レン君、ゆうたくん、はいはい、ちょっとめっちゃすごい子じゃんそしてレン君モデルしてたじゃん。あ、はい、実は実はっていや、すげえ。そんな大層なもん。いや、めちゃめちゃかっこよかったよ。ご飯屋さんを今探してて、どこにあるんだい、何屋さんなんで。あれはカレー屋さんです。ここから近く、町の方ですね。父ちゃんカレーそれが名物です。へえ、名前からして気になる。なんか実家に帰ってきたんだっていうぐらい過ごしやすい。ありがとう。はい、はい、ぜひ行ってください早速おすすめのカレー店へ。佐世保市の中心部へ戻ります。来た来た、佐世保四課長来ましたね、はい、佐世保の中心部、この近くに おすすめのカレー屋さんがあると。市場、あった、あった、ブーチンあった、市場のカレー屋。こんにちは、失礼します。私 NCC 長崎文化放送のとことんハッピーという番組のリポーターをしております野上由衣子と申します。はいはい、カレーが美味しいぞという声をいただきまして取材させていただけないでしょうか。あ、いいですかありがとうございます。温かく迎えてくれてありがとうございます。佐世保市民の台所、都能市場の中に4年前にオープンした市場のカレー屋ブーチン、アットホームなお店なんです。父ちゃんカレーをよく食べるって言ってました。はい、父ちゃんカレーが辛口で、母ちゃんカレーが普通口。辛口が好きな人は父ちゃんだけど、そう、母ちゃんは甘いわけやなくて、ね、一番人気は父ちゃんカツ。父ちゃんカツで、昭和のナポリタン。へえ、ね、息子が平成の子で昭和のナポリタンを作って大人気ってやつじゃあそれにします。 OK、 作ってやろうか。はい、お願いします。キャラがいいな。父ちゃんカレーは勝也さんが経営するバーで20年以上愛されているカレーです。そのカレーの味を息子の智樹さんが引き継ぎ、カレー専門店をオープンしました。息子さんもよく喋るらしいよく来られるんですか。もうなんかすごいお友達みたいな親戚ぐらいの勢いで仲良しですねマスターが面白いですもんね。あ、もう面白いですよ。もう今日ちょっと緊張してるかなこんなんじゃないんだけど、もう朝から踊ってるんですけどね、道で。ほらほら、来た来たよ、はい、おー、美味しそう。めっちゃいい匂いする。野菜とかバンバンバンって大きいのが昭和のナポリタンってイメージあんまり斜めにせんねーねーねー。わー、一番人気の父ちゃんカツカレー、美味しそう。でかカツ、いただきます。おー、くるね、くる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 、おいしい。濃い、ガツンとくる系のカレー。カツも食べよう。うん、ジューシージューシージューシー。サクサクですか。うん、サクサクよ。もちもちの麺に甘めの味が絡んだどこか懐かしいナポリタンは父ちゃんカレーに負けず劣らずの人気メニューです。これ私大好きだった。美味しそう。美味しかった。これ最高だ。うわ、セロリ、うん、美味しくいただきました。ごちそうさまでした。お母さん、ありがとうございました。はい、お世話になりました。あ、父ちゃん美味しかったです。また会いましょうありがとうございます。さよなら。どうも、失礼します。私多分佐世保に住んでたら通うぐらいあったかい空気に包まれたって感じブーチンを後にして再び海沿いへ戻ります。
島観光公園ありました。はい。はい、行きます。よいしょ、上まで行きましょうか。来ました。はい、九十九島観光公園。広いですね。すごい。九十九島来たよ。これこう写真を撮るわけですよ。いいですよね、映えスポットで九十九島一望できます、うん、最高、綺麗。今回の旅も良かったですね。